レザーのやつ、歩行は順調に進んでるかな。スクロース様、お待ちください。先輩、パイモンさん、彼女を止めるのを手伝ってください。わあ、びっくりした。お前ら何慌ててるんだ。実はスクロース様と一緒に醸造の材料をあなた様に渡す予定だったのですが、レザー様がいらっしゃると聞いた途端逃げ出してしまったのです。私は知らない人と関わるのが苦手だから、材料を無事に渡せればそれでいいの。そんなのいけません。せっかく二人で頑張ったのですから一緒に顔を出さないと。スクローズ様の手柄を横取りすることになってしまいます。手柄とかそういうのはいいから。つまり騎士団が用意した材料って生物錬金で作ったものなのか。はい、甘さ4倍の夕暮れの実です。甘さ4倍？普通の甘さじゃダメなのか。それにどうして夕暮れの実なんだ。それを説明するには最初からお話しする必要があります。私はお酒の香りが好きで、お酒を作ることについてもある程度勉強と経験を積んできました。結論から申し上げますと、原材料の甘みはとても重要な要素なのです。そこで最適な材料を選出するためにモンド周辺にある甘みを含む植物や果物をすべて探し出し、一つ一つ試食してリストにまとめました。同じ材料でも産地ごとに調べています。例えば清泉町付近のスイートフラワーは誓いの岬よりも少し甘いんです。うわ、かなり大変そうだな。問題ありません。騎士団メイドとして当たり前のことをしたまでです。騎士団を代表して守護の執念を見つけることができれば、私にとって大変栄誉あることですから。ノエルの目が輝いてる。でもなんだかリサさんに騙されてる感じがするな。あ、本題に戻りますね。私一人で試食をしていたのですが、それでは主観的になってしまうのではと心配になりました。そこにちょうど研究室から出てきたスクロース様が現れ相談をしたのです。あ、どうかしましたか、スクロース様。急に思い出した。私、輸入したばかりの実験器具を取りに出かけようとしてたんだった。顔色が悪いけど、もしかしてその件を忘れてずっと今日まで研究室にこもってたのか。そうです。すみません。ああ、気にしないで。私にも責任があるから。実験器具は後でマージョリーさんのところに取りに行くことにする。ノエル、話を続けて。あ、はい。そしてスクローズ様から私のリストに対する貴重なアドバイスをいただきました。さすがはプロの研究員の方ですね。褒めなくても大丈夫だから。その後ノエルに事の経緯を話してもらったの。ノエルはそのレザーってこのことを知らないのに真剣に取り組んでた。私、それに感動したの。でも私から見ると、それら材料はどれも完璧じゃなかった。私たちに必要なのは、糖度が高く発酵しやすい果物。
最終的にリストの中からシードル湖周辺で採取した夕暮れの実のサンプルをベースとして選び、改良を施したんだ。生物錬金を通して甘みの特性を増幅させ、対象実験を行った。実験が始まった後のスクローズ様の根気強さには感服いたしました。もう褒めなくていいって言ったのに。とにかく五色夕暮れの未開63号甘さ4倍版の開発に成功したの。糖度は厳しく測定を行い、色合いとふくよかさも一流。ノエルはそれを簡潔に甘さ4倍の夕暮れの実って呼んでるんだ。まだ大規模な量産を行えないのが残念だけど、今回はレザーに協力できればそれでいいから。おい、どうしたんだよお前。旅人さん、ちょっと話があるんだけど。私、子供の頃から幸せな生活を送っていて、人付き合いが苦手なのに両親には特に何も言われてこなかったの。もっと明るく振る舞いなさいとか言われたことなんてないし、好きなことをやればいいって言われてきた。私、分かってるんだ、自分が幸運であったことを。レザーがどんな生い立ちなのか知らないし、想像もつかない。勝手に語るのは失礼でしかない。でも彼が楽しく生活できて、やりたいことをやれるのを心から願ってる。スクロース様、ごめん、また遅くなった。師匠、時間見るの忘れた。ずっと喋ってた。気にすんな、オイラたちも話してたところだから。って、なんだか同じことをつい最近も言ったような。あれ、スクロースがいなくなってるぞ。レザー様が入ってきた途端逃げたのでしょうか。こんにちは、私はシェピロス騎士団のメイド、ノエルです。こんにちは。こちらの材料を受け取ってください。ただ私一人で用意したものではありません。もう一人錬金術師の方にご協力いただいたのですが、彼女は今その、あ、はい、直接彼女からお渡しできないのが残念です。ポーション、花の蜜、それと風邪症状みたいな匂い、合ってる？お、やっぱりレザーの嗅覚はごまかせないな。この夕暮れの実、今まで嗅いできたものよりも甘い。錬金術すごい。ものをいい方向に変化させる。クレイが言ってた。はい。この甘い夕暮れの実が、あなたにとって、最も甘く、最高のお酒になるよう祈っております。みんな、ありがとう。次、時間がある時に、直接お礼を言う。お任せください。どうにかして毎日忙しくしすぎないようにと彼女を説得して、あなたに紹介してみせます。ああ、俺待ってる。さて、材料も揃ったし、次はいよいよお酒作りだな。酒樽は確かエンジェルズシェアの屋台に置いてあるはずだ。はい、お気をつけて。すべてがうまくいくよう応援しております。
今回の任務も無事終わりましたね。あ、スクローズ様の実験器具運ぶのを手伝わないと。英雄騎士のお姉ちゃん、レザー、こっちこっち。じゃじゃーん、ディオナじゃないか。てっきりキャッツテールの屋台に現れるもんだと思ってたけど、今日まで一回も会わなかったな。許せない。え、どうしたんだよ。むむむむむ、ムカつくにゃ。二人の仕業だってクレイちゃんから聞いたにゃ。レザーはパパの友達で頼れるいい人なのに、よくもお酒に興味を持たせてくれたにゃ。レザー、絶対にテーブルに倒れるようなギャーギャー騒ぐ酔っ払いおじさんになっちゃダメだからね。うん、俺よくわからない。なんだか誤解しているような。クレイ、一体何を言ったんだよ。クレイ、ディオナお姉ちゃんにレザーはママを探していて、それを英雄騎士のお姉ちゃんが手伝ってるって言ったの。悲しんでてお酒が必要だから、ディオナお姉ちゃんに助けてもらおうかと思って。まだ話の途中だったのに、ディオナお姉ちゃんが。クレイちゃん、それ以上言わなくていいにゃ。私が絶対に阻止するからって言って、それで一緒にここまで来たんだけど。そうだったのか。どう突っ込めばいいのか。ディオナはかなり勘違いしてるみたいだな。つまりレザーは両親のことを知るためにそのお酒を再現しようとしてるってこと？うん、私を騙そうとしてないよね。ディオナお姉ちゃん、ごめんなさい。クレイの説明が下手なせいで勘違いさせちゃった。怒らないで。レザーのお酒を作るの手伝ってくれる？クレイもお魚をたくさんドッカーンするから一緒に食べよ。ドド君もなでなでしていいや。私別に怒ってなんかないし。クレイちゃんが人助けしようとしてるのは分かった。レザーに悪い影響を与えたくないからつい大きな声を出しちゃったにゃ。レザー自身が飲むわけじゃないならしょうがない。ちょっとだけ協力してあげる。でも先に言っておくけど、私が普段扱ってるお酒は醸造が終わっているものなの。いきなり原材料から作れって言われてもどうなるかわからないから。やったー、ディオナお姉ちゃんはいい人だね。ああ。あ、あなたたち口だけは上手なんだから見ときなさい。よし、できたみたいだ。あっという間だったな。次はこれを置いておく場所を探さないと。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。うん、つまり
風が吹くところに置けってことか。風たちの地はどうだ。風が強い。確かにモンドで風といえばあそこが真っ先に思い浮かぶな。ワクワク、クレイも一緒に行く。私はバカパパの監視をしないといけないから遠慮しとく。クレイちゃん、また今度一緒に遊ぼうね。うん、約束だよ。奇遇だね、君たちも来たんだ。幻影野郎、どうしてここに。目が覚めたらいい香りが漂っててね。その果実の甘い香りをたどったらここに着いたんだ。うんうん、このお酒に使ってる果実とっても甘い匂いがするよね。クレイもそう思った。実は大事なことを思い出したんだ。君たちがお酒の入った酒樽を地面に埋める前にもう一つやっておかなきゃいけないことがあってね。え？まだ何か足りないの？レザ、ボトルに入っていた半分のサウザンドウィンドブリューの匂いを覚えてる？少し苦味が混じってたでしょ？ああ、あった。そう、その苦味が結構大事でね。つまり、これのことさ。タンポポの種？ダンディライオン種はもちろん知ってるよね。モンド人にとって風は魂を連れ戻し記憶を保存しておくことができるもの。タンポポの種はその年の最初の風を集めてくる自然の宝石のようなものなんだ。それを酒樽に入れることでその当時の風も保存したことになる。こうやって美酒はその瞬間を記憶し永遠に留めてくれるんだ。つまりサウザンドウィンドブリューは最初のダンディライオン酒なんだよ。おー、すごい、クレイたちのことがお酒に記憶されるんだ。どうして決まった味がないかというと、入れる材料は完全に自由だからだね。あ、うん。どうしたの、レザー。パパとママのお酒、タンポポの種以外よくわからない。俺のお酒には友達との感情がたくさん。パパとママ、やっぱりよくわからない。でも、俺にはみんながいる。みんな、頑張ってる。ファルカ、師匠、クレイ、ベネット、茶色の猫おじさん、冷たいお姉さん、笑うふりをする大人の人、グレーの硬そうな女の子、風象徴の匂いの人、猫おじさんの娘、緑の詩人、パイモン、旅人、みんな覚えてる。お酒作るの難しい。みんながいなければこのお酒は作れない。みんなと一緒に立ち向かう困難は困難じゃない。俺、嬉しい。うん、友達もルピカ、未来はみんな一緒。俺が人間でも狼でもそんなこと関係ない。大きくなったら、また一緒に、この酒樽を開けに来る。
うん、いいことを言ったね。銀遊詩人の僕が聞いても文句のつけようがない言葉だ。さあ、残るは酒樽を埋めて熟成するのを待つだけだよ。ようやく終わったな。オイラお祝いしたい気分になってきたぞ。確か明日はブリーズデイ当日だったよな。わあ、風神様が帰ってくるね。そういえばそうだったね。まだ歌謡を全部覚えきれていないから、僕は戻って這い上げの儀の準備をするよ。じゃあみんな、また明日。今夜はぐっすりと寝て、明日の朝は爽やかな風の音に耳を澄ますんだ。そして最高の銀遊詩人の姿を見に来てね。レザー、さっきかっこよかったよ。かっこいい？どういう意味？すごいっていう意味だよ。あ、そんなことない。クレイこそかっこいい。すごい人だかりだ。みんな風神を迎えに来たんだな。あれ、なんかエンジェルズシェアの屋台に人が集まってるぞ。無流祭で売られる最高品質のお酒は這い上げの儀で風神様にお飲みいただいてから販売するのが通例なの。だからみんな並んでいるのよ。まったく、あいつらにとって風神を迎えるのは形だけのことなんだな。リサさんはレザーに会いに来たのか？ええ、少し不安だったけど、さっきレザーと話してお酒作りの旅はうまくいったと聞いたわ。今日は安心して一杯飲めるよね。うわ、リサさんまでレザーたちはもうあっちにいるから早く行ってらっしゃい。お、来たな。うわ、この大量のボトル、どうしたんだよ。事情を知らなかったらてっきりお酒を売る屋台でもやってるのかと思ったぞ。全部レザーのために用意したんだ。今日はみんなが風神様を迎えてお酒を飲んでもらう日だってママが言ってた。風神様に喜んでもらえたら風になってみんなを祝福してくれるんだよね。クレイたち、風神様を喜ばせてレザーを助けてもらうんだ。栄誉騎士のお姉ちゃん、見て見て、これアルベドお兄ちゃんが貸してくれたの。このボトルは親父たちから集めたんだ。途中で割らずに済んでよかったよ。一応見栄えを良くするためだけのものだから、終わったら返す必要があるんだけどな。ママが言ってた、風神様はお酒にとっても強くて、その気になればシードルクを一気に飲み干せるんだって。これとはレザーのパパとママが残したお酒で足りるかな。あ、緑の詩人古本。やあみんな、この場所に立つことができて僕はとても光栄に思うよ。今日はセピロス騎士団の代理団長ジンさんに招かれ歌謡を披露することになった。サウザンドウィンドブリューをね。僕の最高の歌謡を風とここにいるみんなに捧げよう。
これらを樽に封印し、焦らず待つのだ。風が吹き、波が立つまで。ビシュのボトルをまずローで封じ、南風は心地よく、北風はたける。ビシュはどんな味か、モンドの名、自由の夢、何を発酵させビシュとなったのか。探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念はありし日のまま。歌いを掲げる旋風とともに、酸味ある雫は甘くなり、粗雑な樽は潤わん。焦らず待つのだ。風が吹き、波が立つまで。酒樽には何がある？黄金色の小麦と生い茂る緑、樽から注ぎしビシュ、そこに何が漂う？我々はビシュを手に歌う。焦らず待つのだ。風が吹き、波が立つまで。旋風が運びし趣向とは、ライアーにまつわる物語と今宵の美しき夢。友よ、共に杯を掲げよう。風神に感謝を。風神に感謝を。でも風が吹いてない。クレイ、悲しむな。レザー、どうしてなの？風神様が帰ってこないのは、クレイたちが用意したお酒が気に入らないから？そんなことないぞ。クレイは知らないかもしれないけど、風神様は風以外のものにも変身できるんだ。きっと今年は別の何かに変身して帰ってきたんだと思う。え、本当に？もしかしてボンボンになったのかな？おいよし、ボンボンだな。聞こえたか、風神？レザー、風神様から何か祝福はもらえた？ああ、お前たちと一緒にたくさん語れた、たくさん学べた。これでもう怖くない。これが祝福だ。将来大人になってお前のお酒が出来上がったら、俺にも飲ませろよ。約束だ。ああ、みんなと分かち合って、みんなと思い出を振り返る。うん、決まりだね。でもクレイ、喉渇いちゃった。話してばっかじゃなくて、何か飲みに行こうぜ。そういえばエンジェルズシアの屋台で売ってる新商品、バケーションサイダーがうまいらしいぞ。飲みたい飲みたい。ああ、みんなで行こう。擦りつぶして骨折したところに当てろ。
小娘、しっかり生きろよ。ここに残れ。お前は我々の希望だ。悪く思うなよ、ガイア。よくやった。さすが我が息子。お前はいつだって私の誇りだ。これほど時間をかけたのにまだ熟成しないとは。いっそ将来息子に開けてもらうか。レザーって名前はどうかしら。お、冒険者らしいいい名だ。それにしよう。武流祭の雰囲気はどうだ？気に入ってくれたか？何か知りたいことがあるのか？肉親と離れ離れになってしまう苦痛は僕にもよくわかる。不幸であることに違いはないが、そのような経験は成長につながるものだ。一人前になりたいのなら、事実に向き合わなければならない。友の協力があれば、より順調にことが進むだろう。武流祭の雰囲気はどうだ？何か知りたいことがあるのか？開封した熟成酒には、父さんがよく言っていた言葉が込められていた。今の僕を見たら、どう思うだろうか。昔と同じような見方はしないだろうね。そうか。武流祭の雰囲気はどうだ？何か知りたいことがあるのか？モンド人にとって酒造りは感情を残す過程であり、歴史を明記する手段でもある。戦争は過去のものとなり、生活がより平和になったからこそ質の高い酒を醸造できるようになった。自分が祭りを祝う一員にならなくとも僕は満足している。そういえば、バケーションサイダーは飲んでみたか？何か意見があれば、ぜひ聞かせてほしい。穏やか、心地いい風。ああ、手紙のメッセージ、感謝したい。会いたい。ルピカも寂しがっている。俺はもう成長した。人間のパパとママについて教えてもらいたい。穏やか。ああ。二人の声、聞こえた。人間のパパとママ。冒険者、多分生き残れなかったって師匠が言ってた。俺には木箱がある。中には友達がくれたお宝が入ってる。俺の一番大切な宝物。人間のパパとママの木箱の中には、俺のことが。穏やか。ああ。昔、俺は一人ぼっちだと思ってた。ルピカしかいなかった。今は友達がいっぱい。みんな俺を助けてくれるし、俺もみんなを助ける。人間もそうだし、狼もそう。俺はモンド城の中と外の架け橋。フフフ。
やっぱりこういうのんびりとした生活の方が私には合ってるわ。あら、もちろんいいわよ。でもごめんなさい、おもてなしに適したお茶が今はないの。大団長が私にメッセージを残したのには正直驚いたわ。まさかこんなにも長い間遠征に出ているのにまだレザーのことを気にかけているなんてね。それに引き換えジンに対して厳しいんだから。だって武竜祭の仕事をもろもろジンに任せておいてねぎらいの言葉すらないのよ。大団長が帰ってきたらジンの肩を持ってあげないと。やっぱりこういう、あら、もちろんいいわよ。自分へのご褒美としてちょっとだけ飲むつもりだったんだけど、武竜祭の限定ワインの味は他とは全く違うの。気がついた時にはすでに少し酔ってしまっていたわ。かわいこちゃんは真似しないでね。やっぱりこういうのんびりとした生活の、あら、もちろんいいわよ。そういえばレザーっていう名前は大団長がつけたものだとずっと思っていたけど、本当の両親がとうの昔に考えた名前だったのね。うん、ええ、そうね。レザーは両親の声が聞こえたって言っていたわ。太陽に照らされた岩に触れたような温かさと安心感。彼の中にいる両親はきっと優しくてすごい人なんでしょうね。こんなところに来るなんて、もしかして風に漂うお酒の香りをたどってきたのかい？いいよ、君の声をもっと聞きたいところだったんだ。祝福？ああ、あれのことだね。ここだけの話、みんなが杯をあげるとき願い事を口にしなくて助かったよ。さもないと僕のメンツがね。だって風神バルバトスにできることは限られてるから。遠い過去からの風を吹き起こすために僕はすっごく長い深呼吸をせざるを得なかった。息を整えるのがやっとだったんだよ。こんなところに来るなんていいよ、君の声をもっと聞きたい。すくすくと育っているあの子を見てほっとしたよ。この話し方だとなんだかおじいちゃんっぽくなっちゃうな。今回は彼を応援してくれた友人と君たちのおかげだね。善良で優しくてロマンと自由も兼ね備えてる。さすがシードル湖の水を飲んで育ったモンド人だ。君については安心して、君は僕が会った人の中でも一番優しいから。こんなところに来るなんて、もしかして風に漂うおさ、いいよ、君の声をもっと、いやー、こんな素敵なお祭りなんだよ。お腹いっぱい飲んだに決まってるじゃないか。でもブリーズデイ当日、みんながとっておきのお酒を持ってくるなんて予想してなかったよ。はあ、匂いを嗅ぐだけでうっとりしちゃうな。もうちょっとだけ我慢しないと。実は最後にこっそりと2本拝借したんだけどね。申し訳ありません。いらっしゃい。私の商品を見に来てくれたの？新しく開発したものもたくさんあるよ。まああなたがそう言うならそのことね。あらかじめ生物錬金製品の栄養成分表と価格を紙に書いておいたんだけど、それでもお客さんは直接聞くのが好きみたいで、だから私はそのまんま読むしか。出店とかやっぱり私には難しすぎるよ。接客の仕事はノエルに頼みたいんだけど、彼女も忙しいから。
いらっしゃい。私の商品を見に来てくれたの？まあ、あなたがそう言うなら。ここでは旧式無氷花クイックフリーズ版、8式スイートフラワー回21号香り強化版を扱ってるよ。そして5式夕暮れの実回63号甘さ4倍版もね。どれも私の自信作なんだ。あなたなら私が説明書を読まなくても理解できるでしょ。いらっしゃい。私の商品を見に来てくれ、まあ、あなたがそこめん。あの時逃げ出しちゃって、あなたもノエルも、私よりずっとうまく説明できると思ったから、あの後はうまくいった。五色夕暮れの未開、63号甘さ4倍版を、他の材料と調合するときに問題はなかった？それに、その、レザーの方は、はぁ、あ、よかった。あの、お願いがあるんだけど、今回のサウザンドウィンドブリューのレシピをすべて記録しておきたいの。遠い先の未来でも、私たちがまた今日の味を再現できるようにね。また会ったわね。いいわ。何か聞きたいことでも？ええ。彼の手紙なら、バーバラが見せてくれたわ。彼女はまだ、父親のサイモンのことを気にかけているみたいよ。今のところ全員無事だと聞いて、涙を浮かべてたわ。ん？私はどうかって？ファルコ、彼を父親として見ることを期待しているのかしら。でも他の人みたいに娘として心配してあげるのは無理よ。十分な勇気と強さがなければ、あれほど大勢を率いる資格なんてない。そういう実力を持った人なんだから、私たちが心配してもしょうがないわ。また会ったわね。いいわ。何か聞きたいことで、そういえば、彼は考えがまとまったのかしら。一人前になるには、まだ道のりは長いようね。でも、人それぞれ生き方は違うものよ。いいと思うわ。君たちも、無駄働きじゃなかったってことね。また会ったわね。いいわ。何か聞きたいことでも、祭りの日まで頑張って、ようやく丸一日酒場で過ごせると思ったのに。まさか、こっちの方が忙しいなんて。こんなところに隠れていても気が休まらないわ。ビクトリアとダリアに見つかったら、合唱への参加を強いられるかもしれないもの。はぁ、こんな祭り、早く終わってほしいわ。